みんな起きてる？ユノですよ。カフェインラジオ、略してカフェラジ。今日も始まったからね。ちゃんと4時まで起きててよ。はい、じゃあメールね。ラジオネーム、いつきくん、19歳。自分は昔から内向的で人付き合いが苦手でした。でもユノさんに励まされて、今日大学に入って初めて何人かで遊びに行きました。なんだか一歩踏み出せた気がします。これから頑張ります。何この文章、小学生か。いいね、いつきくん。え、したいしたいばかりじゃ何も変わらないけど、行動に移せない人は案外多いんだよね。きっかけになれたならよかったけど、実際に行動したのは君だってことを忘れないで。頑張れなくなったらいつでもおいで、応援するから。 CM の後は逆転行くからね。ユノさん、おいでって言った、あの書店のことかな。また行ったら会えるのかな。ユノさん、こんなに誰かに会いたいと思ったの初めてだ。いつきくんか、まったく可愛いよな。ただただ甘やかして可愛がりたいっつうか。もうグズグズに、俺がいないとダメだってくらいに。俺、ユノさんのこと大好きです。フィフスアベニュープレゼンツ、橋本葵原作、聞こえる？